ただいま時代行列は海南潮流館前を通過中でございます。通過の際には道の真ん中をお分けいただきますようにお願いいたします。ご観覧の皆様、道の両端によってお待ちいただきますようにお願いいたします。ほら、ちっちゃい子のほら、桜のお花も持ってるわ。草津市に残る草津宿は江戸時代の街道の整備とともに400年も前から発達してまいりました。ここ草津宿は江戸日本橋から海沿いの街道を経由して京都に至る東海道、そして山の中の街道を経由して京都に至る中山道との合流点。京都から江戸への街道の分岐点としての要所として栄え、歴史に残る加藤人物がここ草津宿でお泊まりや休憩をされました。それでは役柄のご紹介をさせていただきます。先頭は旗持ち。まず先頭を歩きます旗持ちは、どの姫君がどんなお名前なのかを示す重要な役目を持っております。続いてはケアリヤッコ。ゆっくりと歩いておりますケアリヤッコは、先端に鳥の毛の飾りを持って振り歩く姿、こちらは豪快で華やかでございます。続きましては家老でございます。大名の重臣で家中の武士を統率し、家の政治を統括する役職でございます。頑張れ、なんかいいかな。あ、ほらほら、桜の花持ってあるわ。いっぱい来てあるな。ご紹介をさせていただきます。お供女中でございます。主人の身の回りの世話をしていた女性たち、そして本重郎、将軍や御台所の身の回りの世話をする役職で、大奥の女中の中でも格式やお家柄、容姿の優れたものが本上郎の推挙によって選ばれました。続いて本上郎です。大奥における最高の位の女性で、将軍や御台所にお目にかかることが許される立場でございました。御小将とは大奥の女中の役職の一つで、御台所の駒使いとして働きました。御将は主君のそば近くに仕え、雑務や日常生活に必要な取り組みが主な仕事です。御島様は篤姫好きの御年寄りで、篤姫が大奥に入られるときは菊島は江戸城と薩摩藩との連絡役として活躍をいたします。続いては滝山様です。滝山は第13代将軍家定、第14代将軍家元、第15代将軍義信の危ないですから止まってください。はい、止まってください。を取り仕切る総取締役を務める一等本年寄として登場し、大奥を語る上では欠かせない女性でございます。さて、続いては篤姫様でございます。篤姫は第13代将軍徳川家定の正室として大奥に入りました。家定公亡き後、出家した時の名前が天璋院であることから天璋院篤姫となっております。そして徳川家定公でございます。第13代将軍徳川家定
学校開かないようにしてください。開かないようにしてください。開かないようにしてください。ナシの前をここ草津塾にやってこられました。続いてご紹介ください。第13回将軍となる西野岩井さんの最初の音で出られます。続いて一条秀子さん、第13代将軍2代目の製品でございます。旗持ちの後公家の行列に入ります。天上人は京の都から姫君のお越し入れに付き従う公家たちです。続いての公家は姫君のご奉還に付き従う公家たちでございます。特に公家の中でも公家は位の高い人々のことを示します。見たら帰ろう。写真撮ってお母さんに来るんで撮らない、はい、ただいま時代行列は天別の信号を通過いたしました。ただいま時代行列は天別の信号を通過しております。どうぞ道の真ん中を開けてお待ちくださいませ。ご観覧の皆様は道の両端にてお待ちください。それでは時代行列役柄紹介続けさせていただきます。中山忠康、上級公家の出身で孔明天皇から和宮御縁組御用係を命じられ、和宮様にお供をして江戸へ来ました。岩倉朋美は公家の出身ですが勤皇の志士として活躍いたしました。特に公務合体の立場から和宮御孔家を推進し、和宮様に従って江戸へ下りました。旅館は和宮の御孔家に付き従う女性たちのことを示します。明武とは京の都から姫君のお越し入れに付き従う女房や旅館でございます。上楼旅館は和宮の御孔家に従う旅館の中でも高い位の旅館の上です。和宮の御孔家には和宮の馬や明武など宮中で和宮に仕えていた女性たちが共に大奥へ赴きました。環境院様は和宮の聖母でございます。和宮の将軍家の大奥になり、母親である環境院にも共に大奥へ入ることが命じられました。岩田鶴子は和宮と共に大奥に入った和宮の側近であった女性でございます。そして皇女和宮様でございます。和宮は第14代将軍徳川家茂の正室として大奥に入りました皇女でございます。第14代将軍の家茂とは互いに贈り物を贈り合うなど大変仲睦まじいと言われております。今回初めて登場いたしました新選組は京都守護職松平片森のもと京都の守中警備を任された武装組織でございます。今回の宿場祭りでは総勢20名ほどの新選組が登場していただきます。新選組の局長の土方斎蔵でございます。局長である近藤勇の補佐をしてその手腕を発揮し、健康揃いの大使から鬼の副長と恐れられていました。新選組の鉄の掟である局中パッドは土方斎蔵が定めたものだと言われています。ほら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 、これでこれで肩の後ろに、ほら、あ、見えた見えた。あ、松箱かな、赤。ほら、だって、つない。これやめてきるんですよ。かっこいいで。かっこいいで。続いての時代行列。斎藤はじめは新選組三番隊の隊長で県警師範も務めた剣豪でございます。明治維新後は東京で警察官となり、西南戦争では警視隊に所属し西郷隆盛軍と戦いました。最後は伊藤貸太郎です。伊藤貸太郎は新選組の三本剣文学師範であったりとかです。巧みな面接から人望が高かったと言われております。以上総勢120名の時代行列役柄の紹介をさせていただいております。
ほら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 。あ、生だからね。